質問聞いた。ポケモン世界の自動販売機には当たりがありますが、オーラスの自販機にだけ大当たりがあるらしいです。確率も知りたいです。いや、大当たりとか聞いたことないけど、本当にあんの？ねえ、大当たりって書いてるよね、これ。大当たりあった。え、なんか変な音しなかった。変な音したよな、今。これだけ。え、何、当たりと、当たりと何が違うの、これ。ねえ。当たりと何が違うの。で、ちょっとこの大当たりについて補足したいんですけど、僕もね、最初よく分かってなかったんですけど、まず、自販機で当たりが出ますと。で、当たりが出たら、そこからさらに抽選されて、何割かの可能性で確率で大当たりに移行しますと。で、もう一本出てきますって形みたいですね。つまり、当たりと大当たりは分かれてないわけよ。当たり、さらに運がいいと、もう一本大当たりみたいな。そういう形になってるみたいですね。え、じゃあ確率確率じゃあ何回やればいいの ?1 万回やればいいじゃん。1万回。じゃあ1万回やります。はい、終わりました。終わりました。当たりが出た回数、大当たりが出た回数、こちらです。ドン！あれ。当たり174回。ちょっと待って、見にくいな。はい、当たり174回。大当たり87回。これすごくない？当たりからちょうど半分の確率で大当たりに移行しますと。確率に直しますと、この自販機で当たりが出る確率が 1.74% と。で、そこからまあ半分なんだけど、大当たりが出る可能性は 0.87% ということになりました。なんだこの微妙な数字は。まあ、大当たりをね、見たい人は2、300回買えば1本ぐらい出ると思うので、やってみてください。他にも知りたいことあったらコメント欄で教えて。